大化大化また来て大化自然の四君子ガイアハザード自然文明11コストグランセクトレクスターズパワーが12000マハファイターパワードブレイカー相手のクリーチャーが出るとき自分のマナゾーンのカードが相手のより多ければ相手は代わりにそのクリーチャーをマナゾーンに置く要は自分のマナゾーンの枚数が相手を上回ってさえいれば相手は何もできないよってことです。自分のマナゾーンにあるカード1枚につきこのクリーチャーのパワーをプラス1000する相手のクリーチャーがアタックするとき可能ならこのクリーチャーをアタックする現在はガイアハザード大化と呼ばれる新デッキに採用されています。さて強力なロック性能を持ったこちらのカード早期に出ればビートはひとたまりもなくコントロールもまともに動けません。この手のメタ能力って普通ミクセルみたいな相手の踏み倒しを咎めるのが一般的ですがこいつはかなり特殊でそれこそ15マナくらい貯めてしまえば一切の通常召喚も咎めることができます、まあ、当然自然入りのデッキに入るのでこのあたりはかなり噛み合いがいいですね。さてこのカードなんとレクスターズまたしてもモモキングダム X さんの出番です。自爆方法は JO 対価とは異なるものの最速3ターン目に出ることには変わりません。あと普通にカツキングでも対価できるんですよね。なんか変な感じ、まあ、どうせ面白デッキの類でしょって思ってたら普通にガチだったので近日対戦動画も公開。ひとまずこいつが3ターン目に出ることそしてゲームが終わることを覚えておいてください。アニメ勢にとってはかなり熱いデザインとなっていてシークレット版が現在かなり高騰中だとか間違いなく診断のトップレアですのでまあその相対的にね当たった方は喜んでおきましょう。さすがに11マナのカードが3ターン目に出るのは犯罪ということでモモキングダム X さんは果たしてね残るんでしょうか。けど再録も決まってるみたいですしねこれは長い付き合いになるんじゃないですかね。はいそんな感じで皆さんの意見感想をお待ちしております。それではまた次回のカード解説でお会いしましょう。